なんだ。おう。何やっとんねん。スズメやん。あ、ほんなら。おう、ぶちそう。バカタレ。このバカ。バカ。おバカ。飛んでったわ。いやでもなかなかいい勢いでスズメって突っ込んでくるんだね。いやスズメどっから出てき、どっから入ってきやがった。なかなか脆いガラスを悪い勢いだったぞ。どうもこうもねえなっていう感じで、はい、水の床の下の水がどうやって入ってくるのかようわからんです。はい、でなんかここにあるんだけどさ、これ水が逆にこっから出てきてるんだよな。でどっからこれは水が入ってきてるのかが、まあ、全く謎なわけで、お手上げです。これそこから出てきてるってことはどういうことなんだろうな。はい、もう一回撮影するわ。もう一回撮影してこれ役場行こうかな。本当今これ集中豪雨がね降ってるんだけど、この集中豪雨の時に何がすごいかっつったら、このこれ裏なんだけど、ここまでもう水が来ちゃった。危ねえ、水溜まってるんよ。ほら、でこれ土地境界線の杭なんだが、いやすごいなこれ。ここまでも水がね溜まってきちゃうんだろうな。もう傘がさすごい上がってるよね。これさ、まあさすがにここまでね傘が来ちゃうとさ、どうもこうもならないよな。これさ役場さ分かってもの言ってっか、地図上はさないもんだってね。え去年も一回動画を見せに来たし、見てもさダメじゃん。地図上ないはずのものがここまで危害を加えてるんだから、ちょっとねこれどうにかしてもらいたいんだかな。で結局ここで水溜まると、ここの土地が低いところを通り越しの、まあこれ納屋が浸水してますな今。どうなんこれ、どうしようかな。まあ一応がそこ浸水することでですね、床入ってくるという感じっすね。はい。まあ一応中来たけれども、はい。まあこれが脱衣所ですね。まあ脱衣所なんだが、おぉ、いい水の浸水だなこれはな。まああれがこう、おおマジかよ。すげえ排水パイプがもう使ってんぞ。マジかよ、そういうことか。そしてじゃあちょっと納屋行ってみましょうか。であそこの、はい、あチャプチャプ、あここまで来てるってことか水。あだからコンパネ敷いてあるんだ。
まだ水流れてきてるもんな。全然足らんというか、とりあえずどうしようかね。はい、まあ続洪水編ですね。確か去年も投稿したような内容です。でも結局今年ってさ、すごい雨の降り方、集中豪雨がすごかったじゃん。だからそうなるとこうなります。で、まあ、後日なんだけど、もうポンプを買う羽目になったんで、まあ、事なきを得てます。まあ、解決はしてないけれども、それなりにしました。ではでは。